はいどうもハローです。今回はね、最後の歴戦王クエスト、やっとここまで来たね。何体勝った歴戦王。 1,2,3,4、5,6,7 体かで、最後の8体目ネルギガンテ、今作のメインモンスター、なんていうんやろ、看板モンスターです。じゃあこいつやってこっか。ガチで強いからな、こいつは。じゃ、行こう。破滅が来たりて、ラッパを鳴らす。ちなみにこのラッパっていう文字、モンハンで初めて知った。今回は汚職事件も使っちゃう。9枚しかないなけなしの汚職事件。食材も選ぶか。食材何がいいんだ？俺いつもな、こっちでやってるからな。みんな紫とかそっち系か。まあ、いっか。なんか、とりあえず新鮮なのぶち込んどくか。知恵袋。まあ、赤やろ。多分これが一番攻撃的でしょ。よし、オッケー。肉尽くし。これも最後に見とくか。うまそう。うまそうだけど、これ本当に中に火通ってんの？うまそう。ワールドのハンターは偉いからな。過去作のハンターと違って物を残したりしねえから。でね、今回のね、装備はね、こちらになります。こちらになります。カガチの牙3、あれだね、雷属性の太刀だ。これに、なんか余ってたから、回復能力付与、回復カスタムつけてる。最後だからね、まあ歴戦王をバルハザク戦でつけろって話なんだけど、これつけて、ドラケン4つに、前の動画で作ったこれ、ゼノラージフットガンマ、歴戦王の、ゼノジーバのやつだね。これと、通撃にで不動転身と。でね、ネルギガンテは属性ないから、今回精霊の加護レベル3までつけてきた。で、カガチの牙、これが、素の回心率が 15% あって、攻撃レベル4突破時にプラス5されるから回心率 20% で、見切り6で、30% プラスされるから50で、弱点特攻で最大50だから、回心率 100% で、ドラケンの、これ達人芸これが発生した時に、回心のあれだね、回心発生時に切れ味を消費しないから 100%、 まあ理論値だけど、切れ味もう減らない状態で戦えるよ。でそこに超回心、よし、この黄金ムーブでやってこう。よいしょー。そうだね、ネルギガンテの歴戦王個体はね、初期位置が違うんだよ。よいしょっと。でね、あとあれだ、ベヒーモスみたいな感じでね、移動ルートもある程度絞られてるっていうか、パターン化されてるんだよね。で、いっちゃん最初はここですよと。で、あれだ、落石あるけど、最初は、やっぱり、ぶっ飛ばしからだな。よいしょっと。これ当たるよね。よし、ドッカーン。これ気づかれてない判定なんだ。はいはいはい。でこれ白ゲージですよと。はい。ああ間に合わなかった。まあしょうがない。はい。で黄色ゲージまで持ってって、落石が赤に行ったところからかな。ちょっとダウンしたところにカブト割りぶち込みたい。いやーこの BGM よ、この専用 BGM。
あーしくった、いけると思ったんやけどな。あーこれ今さっきのモーション、飛び上がったすぐにあれだ、すぐに叩きつけに派生するモーション、これが歴戦王の追加モーションだ。あれだな、赤ゲージまで持っていきたいけど、はい、オッケーオッケーオッケー、よし、じゃあ赤まで行くか、赤まで行くかじゃないわ、落石するか。でな、多分落石する頃には、あ、これ動かないでくれる、あーダメか、落石する頃には黒くなってんだよな。あ、もう黒くなってるな、もう何 V か。あー、これもうちょっととこっち来てほしい、こっち来い。あ、うわマジか、もう来る。まあでもでもいい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 、なぜなら V が柔らかくなってるから。んー、これいけ、いやでも絶対外したくないからな、絶対外したくないから慎重に行こう。この落石はめちゃめちゃダメージとして美味しいから。あ、っていうかあれじゃん、落石渋ってる間にこいつ怒り切れてんじゃん。じゃあこっちだな。あ、ね、この BGM わかる、メイン BGM 流れてんのこれ、メイン BGM 間に入ってんの、マジでほんと大好きこれ、ほんといいわ。で多分ぶち切れ、あーはいはいはい、でよし、オッケー。で石ころを拾っておいて、ここよっしゃ来たー、はっ、んー頭破壊したいんだけどね、角がね、勝って勝って勝ってはだから、あ、ちょっと待って間に合うか、あーダメだ、あーくそ最悪。そうなんだよね、ネギガンって移動しちゃうんだよね、ダメージの量の有無によって。いやーちょっとダメージ与えすぎたな。まあまあまあ、でもその分だけ追い詰めてるってことだから、はいはい、よし、オッケー。いやーこの壮大な BGM よ、はいはいはい、あれ、あ、あーぐっすりすやすややんけ。まあそれだったらぶっ飛ばすだけでいいけど、はいはい、どっしーん。頭にカブトアリをよし、ズドドドドーンと、ついでに V 破壊もできたな、はい。あー、やべ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 、これこれ食らったら死ぬ、あー危ねえ危ねえ危ねえ。あ、形態変化きたね、何が形態変化するかわからねえ、おなじみの形態変化だった、はいはいはい。これカブト割りいけるか、あ、いけるかな、これ、あー当たんない、あー、クシャさんだ。そうなんだよね、これ歴戦王のクシャルダオラか歴戦、おーいお前乱入してきてもらって悪いところなんやけどさ、いきなりダウンってのはどうなん。まあちょっと出落ち感半端ないけど、歴戦王のテオテスカトルか歴戦王のクシャルダオラが来て縄張り争いしてくれんだよ。やれやれ、2600で、ドーン。あーふっ、ありがとうクシャルダオラ、お前のことは忘れねえよ。
はいはいはい、当たって、よし、オッケー。ああ、くそ、遅かった。これは寝とく。滅人章。あ、これやべやべ、おっぶねー。で、あれだな、怒りが切れてるな。じゃあぶっ飛ばしたいけど、隙が欲しい。隙が、あら、移動か。はーん、そっちルートか。こいつ最後どっち行くんだっけ。まあいいか、クーラードリンクもう一回飲んどくか。で、飛び込んで、はい、1。あー、ちょっとミスった。くそ、今のやらなくてよかったな、殴り。いや、でもいい。よいしょ、はい、頭の角もお前2本とも折れちゃったね。はい、気持ちいい。はい、オッケー。はい、よいしょ。わお、早いなそれ、出るの。うわー、早いなそれ。うわあ、やってくれたな、歴戦を。だがお前はそれでいい、その強さだよ、その強さだ。その強さ。うん、力戦をやりすぎ、やりすぎ、お前お前ちょっとやりすぎ。確かに食らった俺が悪いけど、出落ち感半端なかったぞ。あんなかっこいい、かっこよさげなこと言って、お前ちょっとやりすぎで、多分これ終わったら怒るかな。ああ、今の、あー、ゲージ足りんか。で、これガガガガガで、フドゥーを切って、はい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 、オッケー。あー、くそ、あー、ちょ待って、あー、なんで俺カブト割りした、最悪。あぶ、あを削れたんじゃないの。いやーね、ボッコボコにされた後ね、ちょっとこのままじゃまずいと思ってね、猫をね、爆弾のやつから蜂蜜、蜜蜂のやつに変えてきた。で、俺の武器回復カスタムつけてたんだと思うけど、なんかね、素材がね、ちょっと、うわ、それがちょっと余ってたからね、回復カスタムもう一個つけてきた。あ、これ死ぬかも。あぶね、ぶっ飛ばしができるな。オッケーオッケーオッケー。おいー、それ出が早すぎるよ。カウンターできる気しないよ。はいはいはい、オッケー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 。むしろいいまである。むしろいい。肉質柔らかくなるから、むしろいいまである。で、クシャルダオラが来る前にぶっ飛ばしを済ませておく。で、頭だね。頭。角を破壊しておかないと。勝った。はい。オッケー。グルリン、おーんと、これは何に発生する。あー、グルリン、オッケーオッケー。グルリンは別にデレコードだから。で、怒ったから転身をしておいて、
オッケーオッケーオッケー。でこれは延長、いや傷つけとくか。はい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 、オッケー。カーンってなって、俺がカブトアリはズドーン。おう、ゲージだけ持ってかれた。クシャじゃないな今回、テオだな。オッケーオッケー、じゃあテオ早く来てくれ。あ、ゲージ足りねこれ。来た、オッケー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 。これパッケージのところ、パッケージのあれ、パッケージの分かる人には分かるやつ、ドーン。もう手をボッコボコやん。なんで火使わないんだろう。嫁はもうちょっと賢いんだけどな。はいはいはい。うわマジか、変身剥がれたな。あーはいはい、疲れた疲れた。オッケーオッケー。疲労状態の時に、うーわ赤ゲージまで持ってきた、持って行きたかったんだけど、まあしょうがないか。落とし物も拾っといてと。さてボコされたところに戻ってきたぞ。これは赤ゲージに持って行ってからかな。いやでも赤ゲージまで持つか。黒くなってってるなこれ。うわマジか。いやこれはね、ここよし、あぶね。あれ納刀してたら多分間に合ってなかった。おそらく間に合ってない。立ちだからワンチャン間に合ったかもしれないけど。はい、あ、ちょ待って、変な方向向いてる。しかもなんかぶっ飛ばし判定になってなくね。あれなんだ今の。まあいいけど別に。おい、あ、今死んだんか俺。ああ、死んだんか。食べて、はい、オッケー。じゃあぶっ飛ばしを成功させたい。はいはい、壁ドーン。はい、角ももう一本もらっていく。ああ、お前もうマガイマガドだったらお前求愛できない行動、求愛できない体になっているよ。はい、ああ、オッケーオッケー。反応しないんだったら別にいいです。おお、出が早いな。もうお前その弱攻撃みてえな感じでポンポン出すのやめてくんね。それ格ゲーじゃねえんだからさ。はい、ドン。オッケー、乗ったはいいけど。おい、はいよ。あ、気絶か。ここで最悪。これでノリ消費するの終わってるんだけど。あ、これミスったか。あー、でも。あー、でも逆にいいみたいなところはないよね。はい、その弱攻撃、はい、オッケーオッケーオッケー。弱6連打。はい、でクラッチして延長して、うーん、これは、あー、壊せなかったか。マジか。あ、これゲージない、ゲージない。これクラグ。やばいよ、ちょっとクエストまたいでの再放送はちょっと期待してない俺は。さすがにちょっとあかんから。これはこのクエストはさすがに勝ちたい。オッケー、でぶっ飛ばし間に合うよね。はい、不動も切ってあげて、この後は絶対に方向だから、
黄色まで持ってってあげると。はい、しかもカウンターも成功していく。あ、当たらんか、さすがに尻尾に当たるかなと思ったんやけど、わ、これちょっと欲張ったな、今の欲張りは NG だな、こいつに。はいはいはい、でもこんぐらいだったら回復カスタム2分だから、はい、一瞬で回復していくの。そっちか、そっちパターンもあったんだ。ああ弱ってる弱ってる弱ってる、バカめお前、バカめバカめお前、クソが、ようやってくれたな、こんちくしょう。お前どこまで行く、どこまで行く。いや、これ不動脱いどくか。あ、いや、そこか。じゃあ不動脱がなくていいか。そこだったら脱がない。寝床まで戻ってるんだったら脱ぐけどさ。はいはい、あう、あぶね、すー、変身、慢心はしない。はい、オッケー、慢心はないよ俺今。イノタクと同じ。あ、イノタクあの後負けたんだ、やっべえ俺。やっべえ、あ、転身ちょっともったいないけど、まあよかろうなのだ。これどこまで行くかだな。なんならもう寝床まで戻ってくれても構わないけど俺は。あ、これ寝床までパターンだな。あ、オッケーオッケー。じゃあ天心脱いどくか。もうちょっとね、天心のクールタイムをもう始めさせておく。オッケー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 。んでね、どうしよっか。直接爆弾かクラッチクローのどっちかなんだけど、クラッチクロー間に合わないことあるんだよね。いや、これ最大値取りに行こう。ここに入れといて、クラッ、うん、クラッツ、間に合え、よし、オッケー。あ、これ爆弾は入る。あ、爆弾は入らない、爆弾は入らない。でね、これ終わった後ね、絶対絶対破局無知人生にしてくるから。そんなことなかった、方向だわ。いや、でも破局滅人生すると思うんで。ほらねー。で、匠の技によって、自分家をリフォームするから、こいつは。うん、ドーン、ネルギガンテ界をほぼ確定で壊される壁、かわいそう。はい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 、これちょっとカブト割りを顔面に叩き込みたいけど、隙がない、隙がないし、痛いし。あ、これ三つ虫もらっとくか。うわあ、おお、寝てる。寝てる、オッケーオッケー。寝てるんだったら交通号よ。全身真っ黒やんけ、お前。非常に、まずい状態にあります。何がまずいかって、ここまで追い詰めて負ける可能性があるっていう状態。あ、やべ、いい、飛躍のやつだった。オッケー。で、絶対してくる。絶対、ほらね、やっぱりしてくるでしょ。オッケー。オッケーオッケーオッケー。これ見切れて、見切れただけでも、だいぶでかいよ。もう終わらせたい。終わらせたい、もう。よろしくない。大変、精神衛生上、非常によろしくない。マジか。
やっぱり寝とく。あっ、くそ、やべやべやべ、あぶねあぶね、危なかった危なかった、あぶねえ、あ、爆弾がまだ生きてる。起動させたいけどスリンガーの弾なんてもう持ってない。転身きた転身きた転身きた、ここで早めに脱いでいたのが効いてくる。伏線を回収していく。あ、マジか、今の転身の方が先に発動しちゃうか。オッケーオッケーオッケー、はい、転身あるある、ナイス。転身あるある言いたい病に今かかってるんだけど、あの転身の装備着た瞬間に被弾が圧倒的に多くなる。満身の装備で、満身装備だよ。あ、これは大丈夫、なぜなら転身を着ているから。お、来た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 、せい、終わった、終わった。いやー、そうだね、これ最後の歴戦用クエストだから総司令も喋りかけてくれる、シャシャリ出てくるから。いやー、終わった終わった、ようやくだ。ほんと強かったなこいつ。いやー、通常個体はなー、こいつお前最弱かみたいなことを言われてんだよな。お前力戦王になった瞬間に強くなりすぎ、君強すぎ、私の計画の邪魔なんだよね。あー、にしてもかっけえな。あー、ほんとにこのほんと肉弾戦上等みたいなこいつの戦闘スタイルほんと好きだわ。古竜の中で一番好き。いやー、よかった。おお、100になったな。あ、しかもトロフィーも獲得していくと。ベテランハンター、新しい称号、破局滅人戦天、破壊神、新大陸の英雄、歴戦の覇者。こんなんあったっけ、忘れちゃったな。いやー、100にもなったし。いやー、よかったよかった。こいつの装備はね、絶対強いんよ。覚えてないけど、絶対強いはずなんよ。なぜなら、通常個体でも結構強かったから。おー、かっこいい。かっちょいいな。かっけえ鬼って感じするね。で、はい、スタミナ急速回復レベル1の挑戦者レベル1、22。はいはいはい。双剣とか良さそうだな。渾身か。はい、321。もうでも結構強いな、これは。破壊王1の攻撃1、211、強い。腰が渾身1の挑戦者。はぁ、強いね。はぁ、はぁ、強いよ。なにこれ、攻撃レベル3の22。作りますと。すんよ、化け物だこれ。いやー、いいですね。いやー、100にもなったし、ちょっと次がモンスターハンターワールド最後のクエストだね。次のクエストをクリアしたら、アイスボーンに行きます。いやー、ちょっと強かったね、楽しかった。じゃ、またねー。